佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第113回目の放送です。5月30日日曜日、皆さんそれぞれいかがお過ごしでしょうか。先週先々週と2週連続で整理収納アドバイザーのやいさんがゲストに来てくれて、整理収納にまつわるお得な情報たくさん聞いちゃいましたが、今夜はラジオを聞いているあなたから送られてきたメッセージ祭り。今月のメッセージテーマは思い出の食べ物。あなたの思い出の食べ物を聞かせていただいております。メッセージはね、もう今夜のメッセージはちょっと募集は終了してしまったのでね、いただいているやつをバッチリ読んでいきますが、語ってみっぺのコーナーではあの食材について熱く語っていきます。今夜も30分お付き合いよろしくね。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りします。佐藤ひろこでしょう。語ってみっぺ。さあ、ここからは語ってみっぺのコーナーです。このコーナーではラジオを聴いているリスナーのあなたが今語りたいということを思う存分語っていただこうという、そんなコーナーでございます。そんなコーナー宛にメッセージを送ってくれたのはラジオネーム GPS 総帥、ありがとう。ひろこさん、こんばんは。こんばんは。先日は叫び隊の隊長に任命していただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。職場の同僚数人と放送を聞いていて、その場は驚きと大爆笑でした。これ大爆笑を生むようなことでしたっけね、あれどうだったかな。さて、今回は語ってみっぺということで、壬生町鑑評大使のひろこさんへのご報告を兼ねて、鑑評は栃木県の代表的な食材だろうというお話です。私もね、これについてはね、ぜひとも熱く語りたいと思っていたのでね、嬉しい、気持ちがもうやまなすぎて困る私です。ジャージャーです、ジャージャー。この間職場の新人歓迎会向けのビデオレターを作りました。へー、先輩職員の自己紹介を兼ねたメッセージということで、カメラ担当の人からなぜか歌がうまい職員という突拍子もないふりをされました。おお、 GPS 総帥さん、音楽好きなのはよく知っていたけど、ちょっと歌うまでもあったんだね。ちょっと知らないことがいっぱい書かれているよ。職場で私の鑑評、職場で私の栃木愛が周知されていますので、とっさに鑑評の歌をワンフレーズ歌いました。なんて素敵なんでしょうか。そしたら後で鑑評って栃木なのって聞かれたので驚きましてね。まさかですよ、本当に。そして鑑評の印象としては、鑑評巻き、お料理を縛るばかりでとっても寂しいこと。そうだね、
あの先日も私今壬生町の篠原商店さんという、まあ、かんぴょう問屋さんになるのかな、かんぴょう農家畑もやってるところがあって、そこに修行に行ってるんですけど、その、まあ、かんぴょう農家さんもの方もおっしゃってたんですけど、このね かんぴょうっていうのは食べられる紐だと思われてる、まあ、私もよくそういう言い方しちゃうんですけど、それをね打破したいというのを先日熱く語っておりましたけれどもね、はいはい、まあそういうわけで、もっと幅広く食べられるのにというこの思いまして、かんぴょうを作ったお料理を職場に持参して試食会を開こうと思います。ブラボー、ブラボーすぎてブラボー。第1弾は鶏ひき肉とかんぴょうの五目炒め煮です。五目炒め煮、はあ、鶏ひき肉とごぼう、人参、椎茸、糸こんにゃく、栃木、三鷹、唐辛子、はあ、これ知らない。そしてかんぴょうを醤油やかつおだし、みりん、酒などで炒め煮にして、仕上げにごま油を化粧油にしてきんぴら風に仕上げました。これ化粧油っていうのはちょっとこう照りを出すとかそういうことかな。私そういう言い合いをするの知らなかったです。いやもうね、もう違うんですよ、違うって言い合ってるんですけど、あの GPS 総帥さんのね、あのぜひ皆さんツイッターをフォローしてほしいですあの GPS 総帥さんのツイッターですっごい変な時間にね美味しそうな料理をあげるんですよ。これがまたお酒飲む人にはもうたまんないさ、ビールのつまみに最高とかさ、日本酒にはこれでしょみたいな、こうクッとこうね心をつかむね、いい料理がいっぱい SNS に上がるんですよ。で私結構そのタイミングで見ちゃうことがあって、毎回これ食テロだって言ってもう文句いつも言ってるんですけどね言われてる方は何のこっちゃって感じかもしれませんけどもね。だからこの方は特に料理をすごくするっていうのを皆さんね、はい、私も熱く語っちゃいました、失礼いたしました。まあね、そういう風な料理を作ったと、はい、鶏ひき肉とかんぴょうの五目炒めに、ね、各食材の旨味をたっぷり吸ったかんぴょうは職場のみんなが知らない美味しさだと確信しています。ちなみにかんぴょうは無漂白のものを使い、戻し汁も使用していますので、かんぴょうの風味も味わっていただけるかと思います。これからも第2弾第3弾とやっていこうと思いますので、レシピなど紹介していただけたら嬉しいですというふうにいただきました。ありがとうございます。もちろんですけれどもね、素敵な素敵な素敵なお写真を、はい、これも完全に食テロな感じでね、ありますけれどもね、いや美味しそう。そう、きんぴら風ですね、きんぴらみたいな感じ、きんぴらだねこれね、私すごくいいなと思ったのが、ごぼうと一緒に入れてくれていること。結構かんぴょうってごぼうじゃないのっていうことを県外の人がポロって言うんですよ。まああとはかんぴょうって大根じゃないのとかって、要はかんぴょうの原料のことを知らない。かんぴょう、干すふくべと書いてかんぴょうと呼びます。ふくべという実が、夕顔の実、実のことを、この実のことをですね、この実のことをふくべと言います。このふくべを干しているからかんぴょうなんですね。だから大根でもないしごぼうでもないんです。で、ごぼうよりも繊維質があって、食感とかもまた もちろんごぼうなんかとは全然違うから、この2つの違いをよく知っていただくために、これらを一緒の料理に入れるっていうのは私すごくね、ブラボーブラボーブラボーだと思いますね。はい、先ほど2ブラボーを獲得してたんで、今3ブラボーにしてみたっていう感じだったんですけれども、そうなんです。で、文面にもありましたけれども、無漂白のものを使っているというこのこだわり、ね、まあ、皆さんご存知かと思いますけれども、このかんぴょうっていうのはね、もう乾物ですから、日が経ってくるとどうしても色がちょっと茶色っぽくねなって変わって変色してきてしまうんですね。その変色しないようにするために硫黄を使って
て、まあ、漂白をしているわけなんですね。でそれをすることでより保存期間も伸びるし白い状態のまま保たれるということなんですけれども、この漂白をしていないただ干した状態のかんぴょうっていうのって市場であんまり出回ってないんです。要はやっぱりなかなかね、そんな年間ポコ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 食べたりするものじゃないじゃないですか。まあね、そんな消費量がいっぱい食べるかって言われたらちょっと私だって首をかしげてしまったりしますけれども、そんなわけでこのですね、あの漂白をしていないかんぴょうというのがその酢の旨味を持っておりますので、これでその煮汁までも使ってもらえるっていうのは嬉しいわけですよ。それでね、もう何色にでも染まりますから、お好きな味にねあえてもらったり、してもらうのがいいなと思います。こういうもちろん和のものとして、使うのももちろんなんですけども、あとはねマリネとかもすごくいいですよ。これからの時期こうさっぱりと召し上がっていただけるので、朝食にねパンと一緒に食べたりとか、でピクルスみたいな感じで食べてもらったりとかね、おすすめです。でこの間私お会いした人が、福部の真ん中の綿のところがとにかくうまいんだよっていうふうにおっしゃってる方がいて、あ、綿の部分、要はかんぴょうのその福部で何が大変かって、ウリ科なので真ん中の綿がめちゃくちゃ多いから、食べられる部分っていうのは実は周りの うっすらしかないんですよ。そんなにたくさんの量はなくて、ほとんどの福部を捨ててしまう状態なんだけども、このいつも普段捨てている真ん中の綿がうまいんだよっていうのをおっしゃってる方がいて、今年はね私今庭にかんぴょう畑を作っていて、もうたった2株ですよ。この2株を、何個かんぴょうなるかしら、かんぴょうっていうか、まあ、夕顔の実ね、福部何個なるかしらっていうのをすごい楽しみにしてるんですが、今年はちょっとその綿の部分のね料理などもやってみたいなと思っておりますのでね、ちょっとまた私も全貌見えましたらお話しいたしますけれども、いやー嬉しい、熱く語らせていただきまして本当にありがとうございました。GPS 総帥さん、もう素晴らしいメッセージを書いてくれたので、あれですよ、ちょっと良きタイミングの時があれば、うちにあるかんぴょう、今年も地元壬生町の皆さんにですね、かんぴょうをいただきましたので、そちらをお譲りしたいと思いますから、ちょっと栃木に来るタイミングがあれば教えてくださいね。よろしくお願いいたします。さあといったところで、もうずっと BGM でかんぴょうの歌、かかっておりますけれどもね、ちょっと改めてかんぴょうの歌じっくりとお聞きいただきたいと思います。かん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 ぴょう、おいしく食べるかんぴょう、みんな大好きかんぴょう、かん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 ぴょう、もりもり食べるぞかんぴょう。
べるぞかんぴょう。お送りしたのは佐藤ひろ子でかんぴょうの歌でした。佐藤ひろ子でしょうネオ。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。さあ今月のメッセージテーマは、あなたの思い出の食べ物教えてでしたね。はい、メッセージいっぱい来てます。もう本当に今月はねメッセージ送ってですね、全部読み切れないかもしれないんですが、頑張って読んでいきたいと思います。まずはラジオネーム、日光市の日光に行こうさんです。あ、17歳だってお若いわ。そんなピチピチプルンプルン17歳の日光に行こうさん、ありがとう。5月のテーマ、思い出の食べ物。よくおばあちゃんの家に行った時に、おばあちゃんに作ってもらったのがインスタントラーメン。インスタントラーメンですか。お、かの有名な某味噌ラーメンですが、おばあちゃんに作ってもらうと自分で作るより美味しかったです。麺と卵だけしか入っていなかったのですが、温かさが伝わってきて特別な一杯になっていましたというふうにいただきました。ありがとうございます。おお、なるほどね。こう、まさかですよ、おばあちゃんがこう作ってくれた、例えばきんぴらごぼうとかそういうんじゃなくて、インスタントラーメンね、市販に売ってるからみんな同じ味なんじゃないのっていう感じの、それがおばあちゃんが作ってくれるとなんだか美味しかったと。へえ、麺と卵だけだって。あ、なんかそういうシンプルなのもいいですね。はい、明日のお昼は、はい、ラーメンです。決定です。日光に行こう、ありがとう。さあ続いて、のメッセージ、こちらはよちあき、ラジオネームよちあき、ありがとう。私の思い出の食べ物は、子供の頃の遠足や運動会の時に母が作ってくれたお弁当。あ、やっぱね、お母さんのね、お弁当とかっていうのは、すごく思い出深いよね。中身は海苔を敷き詰めたご飯と、おかずは鶏肉を炒めたものと卵焼き。特に卵焼きは醤油の効いた濃い味でした。その後、大人になって母が兄の子供たちのために作った卵焼きは甘くて、ある意味ショックでした。え、お母さん味変えてきた。へえ。いや、私もね、卵焼きは、母が作る卵焼きは甘かったから、私もお弁当に入れるやつは甘いんですよ。ただ、まあ、ちょっとなんですかね、夜おつまみにとか食卓に出すときはしょっぱく自分ではしちゃうんですけど、そっか、確かにね、自分の記憶、思い出の味がちょっとそって変化してたりとかしちゃうとちょっとショックかもしれないよね。いや、よちゃきのお母さんのご飯、あ、お弁当ね、ぜひ食べてみたいな。このり弁ってうまいよね。わかるわ。続いて、ラジオネーム、これは川越市に住んでますね。はいはい、川越のエスティマー30K、ありがとう。ひろこ姉さん、こんばんは。こんばんは。私の思い出の食べ物は、赤飯とスタミナ味噌ラーメンです。あれ、さっきも味噌ラーメンの人いませんでした？いたよね。あ、そう、日光に行こうが味噌ラーメンが、あ、思い出だったんでね。私の実家の赤飯は小豆ではなく、金時の甘いものが入っています。へえ、あ、それはちょっと珍しいかもね。ですからほんのりと甘いのです。北海道の知り合いの方も同じで、歌手の北島三郎さんもこの赤飯だと聞いたことがあります。へえ、金時入ってんの、美味しそうだけどね。そしてスタミナ味噌ラーメン、味噌ラーメンの上にとんかつが乗ったスタミナ飯、確かにこってりの上にこってり、うわ、うまそうですけどね。地元の定食屋で有名なとんかつ熊さんの定番で、よく親父に連れて行ってもらいました。
ご褒美に試合の前の験担ぎと。埼玉の大宮に支店ができて、懐かしい地元の味を提供してくれています。ちなみに店主は私の先輩の友人、あ、こうつながりがある方なんだね。美味しい料理とお酒を楽しめる盛岡なまりがほっこりとするお店。コロナ禍で大変ですが、またランチでお世話になります。私にも地元愛はありますよ、というふうにいただきました。エスティマー30件ありがとう。どっちも美味しそう。あずき、この何ですか、赤飯のあずきではなくて金時の甘いものが入っているこの赤飯にと一緒にこのスタミナ味噌ラーメンって、まあ信じられないほどの高カロリーだけど合いそうですね。ガツッとしたスタミナ味噌ラーメンでしょ。とんかつ乗ってんだって。うわー美味しそう。白飯でもいいけど、一回そのとんかつをお茶碗の上にね、ご飯が乗ったお茶碗にワンジャンして食べたいね。やばい、よだれがよだれが、画像見てないけども想像できちゃってよだれがめっちゃ出てきちゃいましたよ。あーいいですね、ありがとうございます。さて続いて、こちらは栃木放送の方にメッセージ送ってくれたんだね。ありがとう。ラジオネームポロエモン、ありがとね。思い出の食べ物といったら、母の作った豚ロースのニンニク。え、豚ロースのニンニク、あ、続いてた、豚ロースのニンニク炒めですね。びっくりした、豚ロースのニンニクってことは、え、ニンニクが豚ロースになってる、ロースが豚、どういうことと思ったけど、それが炒められているそうですね。はい、失礼しました。味付けはすりおろしニンニクと醤油と少量の料理酒。あ、美味しそうだね。これが最高に美味しいんです。特には最後に残ったタレをご飯にかけてがっついて食べるのが何とも言えない至福の時でしたと。はあ、私の母は7年前に亡くなっていましたので、でも今でも食べたい一品です、というふうにいただきました。ポレモンありがとう。いやー、そっか、お母様の思い出の味なんだね。意外にこう、なんですか、こってりがっつりしたものがお母さんの味っていうのが、あ、なんか男の子だなと、少年だなっていうのをちょっと感じられて、すごく心が温かくなりましたけれどもね。へえ、これは美味しそうですよ。こうちょっと高温のさ、フライパンでさ、ジュッとグリージュッつって焼いて、少し焦げたかな焦げてないかなくらいのタレをドワーッとかけてね、食べる。で、残ったのソースをお米にまたタラとかけて食べるとね、はい、美味しいやつ。これ付け合わせの野菜とかも一緒に絡めたら美味しそうですね。生野菜とお肉とかも最高のやつですよ。マヨネーズもいいかな、あ、ちょっとダメかな、あ、ちょっと一味かな、一味とかさ、なんかちょっと辛いのピリッとしたのも添えてね。はい、お腹空いてきたやつです。うまそう。母ちゃん結構がっつりしたの作ってたんだね。ポロエモンありがとう。さてメッセージ、今夜のメッセージテーマね、思い出の食べ物ということで皆さんに、お伺いしてますが、ラストかな。はい、ラジオネーム GPS 送水、ありがとう。思い出の食べ物といえば、おばあちゃんのきんぴらです。あれ、さっきもおばあちゃんの人いたよね。いた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 、あ、日光に行こうだよ。あ、さっきも言ってたよねはい、おばあちゃんのきんぴらが GPS 送水の思い出の食べ物なんだって。ごぼうと人参を5ミリ幅のに切って、はいはいはい、炒めるというよりは煮物に近い作りでしたって。すっごいわかる。うちのおばあちゃんもと使ってるとこんな感じかもね。とても辛いきんぴらですが、柔らかくて甘みも感じられて美味しかったです。後に認知症を患い、私が見守りのために泊まりがけで介護をしていた時も、危なっかしながら作ってくれたきんぴら、焦げているし、なぜか私の晩酌で使う予定だったバジルを入れてました
きんぴらにバジルね、ちょっとなかなかない組み合わせじゃないですか。正直美味しくなかったですが、孫におもてなしをしたいという気持ちが詰まっていて、泣きそうになりながら食べましたね。ちなみにおばあちゃんのお料理を真似するのですが、どうもあの味が出せません。キッチンで料理するところを見学しているのに、なんででしょうかねというふうにいただきました。 GPS 送水ありがとう。そうか、いやさ、おばあちゃんの料理というか、まあ、人が作った料理を真似よう真似ようと思ってレシピ通りちゃんと分量も測るのに、なんでかうまくいかないっていう、そういうの分かるな。だけど孫におもてなしをしたいという気持ちが詰まっているって、これがやっぱり大きいよね。きっと誰かが食べてくれるって、そんなのを想像しながらさ、愛情たっぷり料理って作るのすごい楽しいよね。そんな私佐藤弘子も先日、食品衛生、管理者、指導者、あれ管理者かな、あの資格を取ってきまして、いつでも皆さんにね食事を提供できる立場になりました。もちろんお店とかやってないんで、そんな機会なかなかないんですけどもね。誰かを思って何かをするってすごくいいよね。いや今日もたくさんいいメッセージいただいた。いやさ、ジャスミン伏瀬さんがさ、あれなんだって、ラジオネームを変えるんだって。ミントが好きだからミントっていうラジオネームに今後していくんだって。これも食べ物だったね、ちゃんと紹介したかったんだけど、もう時間でごめんなさい。はい、他にもメッセージいっぱい来ていました。送ってくれた皆様本当にありがとうございました。今日送ってくれた、今日送ってくれたメッセージを読ませていただいた方の中から、抽選で1名様にステッカーをお送りするといつも言っていますが、なんと今夜はお名前言っていいんですってね。はい、ということで発表します。今夜メッセージを選ばれたのはラジオネーム日光に行こうです。思い出の食べ物はおばあちゃんに作ってもらった某有名なね味噌ラーメン、インスタント味噌ラーメンがおばあちゃんの思い出の味だそうですね。いやー、ステッカーおめでとうございます。ステッカー到着お待ちください。そして来月のメッセージテーマは、梅雨を吹き飛ばせ、あなたが言われて元気になった言葉です。嬉しかった言葉、元気になった言葉、そうみんなで元気パワフルに梅雨を吹き飛ばしちゃいましょう。メッセージは CRT 栃木放送の番組ホームページからメッセージお送りいただけます。あなたからのメッセージお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。メッセージたくさんありがとね。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。